さあもうもう、ショートカットじゃねえんだな、帰り道なだけだなそこ。お、これまさかフラグ。ただならぬ雰囲気を感じておじけついておるわ。スイッチを押した。と。はーい。よかった。これ下に押されたらどうしようかって思った。邪魔、リザードになるの割と邪魔。ニャースにしておこう。お、石粒ってさ、石粒ってはもう一体持っときたいかな。何よクリーパー、事案発生。悪タイプの技があった方がいいか。あんまりいい火力出ないな。ナイキネシス。まあそんなに暗いはせんけど、まあドバドバオーラ。全然。そうそうか、エスパーだ。光の壁張りたかったんだけど、エスパーは今一つか。でもフーディに最後フィニッシュしたらね、ルーツーだったら殺せるよね。押してねえや。チャンピオンロードの敵は岩系が多いからね、電気を使っていこうって思うんだけど、野生ポケモンと戦わないからどうでもいいんだよね。ヤドラ、まあ一応エスパーということで、ビリビリエレキ耐えられない。波よそんな声まで変わってる。今さらモンスターボールとかいらねえけど。よし、そうだ、吉田もここ抜けて。なんで吉田のこと知ってんだ。おめえストーカーか。これ押せないよね。うわっ、急に現れんのマジやめろって。ビビっから。捕まえとこうかな。王冠岩も持ってたと思うんだけどね。よし、カジゲットだぜ。はい、やった、小峠を捕まえたぞ。丸いやつ全部小峠って言っときゃいいんじゃねえっていう。小峠を捕まえたぞ。ちっちゃいなこの石。おお、ためパンチ、ためパンチ。キャイだキャイだキャイだ。帰れ、また小峠が。あ、竜。うわあ、美白さん、でっけ。トレーナーの最後の試練、チャンピオンロード。空手王のただし。あ、沢村エビワラか。
ほんとウルトラマンの怪獣にいそうな顔してやがる。ダダとか。やったね。前の。ヨロボ。水かくと。すごいパワーを感じる。俺のドリキャスもドリキャスに進化しねえかな。全部ドリキャス。チェスト。ごチェストでごわす。持ってたっけ俺。岩木さん持ってたっけ。持ってるよね。だいぶ序盤に捕まえたような、捕まえてないような。捕まえてる。こんなところにスイッチがあるけど、だいぶ遠いな。わざましん、あ、ソーラービーム来た。さあ、これどうするかね。バッグチェックじゃ。わざましんケース。ソーラービーム。リザードン、お前覚えれるんかい。何？威力200、あー使えるわ。じゃあ使えるわ。昔は2ターン使って120だったけど、200だったら2ターン使う価値あるよね。100の技2回使うと思えば。じゃあ使えるわ。ただ1ターン目耐えれるかどうかは別なんだけど。普通だったら日本バレ中に使う技だよね、ソーラービームね。で、草ポケモンあるあるとして、日本バレ中にソーラービーム貯めたところに炎属性の技食らって即死するっていうあるあるだよね。いやー、リザードンが覚えれるっていうのかね。ステルスロックはこれ確かポケモン交代した時にダメージだっけ。ストーリーじゃ絶対使わないやつだね。雷は170、命中70、使えねえ。やっぱ自信だよね。100100、最強。冷凍パンチ75、大文字ね、大文字は85、吹雪が80、初代は90だった気がするけどね。雷70なんだよね。吹雪が90でハイドロポンプが80だっけ。雷の70はちょっと当たりにくいよね。ヘドロ爆弾90100、強い。ヘドロバ、不思議花に毒技を覚えてもらおうよ、ね、こいつ草しか覚えてないし。いや、毒は覚えてるけど、あれ覚えてたっけ。覚えてないか。これね、あー眠り子なんかぶっちゃけいらねえ。だってこれストーリーだから。ドゥドゥドゥン、岩だ、だあれ。うーん、岩か、岩技。イカ様、イカ様超強い。相手の力を利用する。戦ってる相手の攻撃が高い。めちゃくちゃ強くね、これ。威力95の時点で強いのに。覚えれるのにアースのみ。あ、覚えさせてもしょうがない。挑発、エイトビードリルライナー。まあ、正直命中は95以上ないと辛い。虫技も覚えれん。やめてください。帰れ。踏めるのか。踏めない。じゃあここまで持ってこいってことか。遠くね。え、あ、上から落とすのか。おい、沢村さん発見。いる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 。ちょっと待って、交換してもらわなくても集まるじゃん。じゃあ沢村さん待ってくださーい。あいぼう、レアだレア。エクセレント。やや
やれやれやれ。ほんだ。ゆりの実じゃ。おいしそうだった。はっ。グレイ。はいはい、かじらない。身の効果は1回。あー、おー、ナイスキック、蹴り返された。よし、さあ村を捕まえたのじゃ。ダブルテクニックじゃ。さあ残念にアースに進化するぜ。丸い。あだ名は丸かな。おめでとう、ニアスはペルシアに進化したぞ。シャブネコポケモン、アローラの姿。ちょっと小さめだね。でもメーター級の猫いたら怖いよね。ニャーゴ、ニャーゴ。このあとなんか吠えた。ニャッ。アクタン、スピードスター覚えた。いや、いらないですもうお前は出てくることないから。おお、そして沢村さん、この沢村さん小柄だな。なんだろう、多分勝てないと思うよ。キックが当たる瞬間、足の裏がダイヤモンドのように硬くなり相手を破壊する。恐ろしい。ナイスキック。飛び蹴りと飛び膝蹴りを覚える。確か外すと自分に超ダメージ返ってくるんだっけ。キャイヤー。おわんぶ。え、びっくりした、びっくりした。今不思議罠はあれ相棒のついてきたやつだね。びっくりしたわ。ここ不思議罠出んのって一瞬思っちゃったじゃん。ちょ、邪魔、邪魔だよお前、ほんと邪魔だわ。あさらば。おえらいゆったりとした飛び方してるな、アローラニアス。アローラってニャース。ムチが鳴るぜ。ユート。魔術使いのアメとムチ。アカリータリー。うひー。ユフフフ。ブイブイブイ。ドバドバするぞ。思ったより言い訳出てない。もう格闘ばっかだな。光のギャメで特殊に強くなってもしょうがねえんですけど。ケンタロスは強い。ケンタロス破壊光線だ、ね、ノーマルだから異常に強いんだよ。150の 1.5 倍だから225からかかってて、自爆より強くなるんだよね。ステミタックルは痛いってこれ。さすがノーマルタイプ1。とどめ。ケンタロスは倒れた。ユート、ヒュー、コブラ。さすがチャンピオンの道に来るだけのことはあるね。先上上がるか。この上ファイヤーさんかな、ね、多分。わーい、湧く場所。岩
ワーク、うん、これ下にしても何にもできねえな。さすがサイク、道完全に塞がれてんすけど、あそこは通れない。やだらと強い子がいるって噂は聞いてるよ。あ、カズマです。会いたかったぞ、カズヤ。カズマです。カズマだ。ロストグラウンド中を走り回ったぞ、カズヤ。虫ターン。いいのねえな。あ、ストライクさんやばい。ななガラガラ地面。なんでいいギバップ回復もできてちょうどいい。ついに見つけたぞカズヤ。声優は同じだけどそんな喋り方はしない。クーガーの兄貴、ハイパーボールご苦労ありがとうございます。ロケット団の榊を倒したのは君か。はい、私です。そしてコーチトレーナーがもう一人いる。サイドン、角でつく。今そのジャンプがさ、マリオかよっていう。マリオジャンプしたよね今サイドン。見せろよそのマリオジャンプ。吠えてばっかいないで見せてごらん。それそれ違うな、葉っぱ隊のやったジャンプだな。あっ急に足元出てくんのマジやめて。そして岩木さんは帰っていったようだ。ジュンサーさん、あらあなた挑むの。パトロール中の美人ポリスがエールを送ってあげ、回復、回復したもしかして。回復してわかんない。さっきあの水で完全回復しちゃったからわかんない。完全回復してるね。そしてアイテム、吹雪発見しました。さあ今回の吹雪の、110、あ命中70だ。まあ吹雪超強いからしょうがないと言ったらしょうがない。いけるな、こういうことだ。倉庫版かな。どこが悪を見るのかね。カチッ、はい、開いた。虫取りスプレー使って走った方が早い。虫取りスプレー、なんかいろいろ混ぜて。びっくりした。ワンリキです。強い相手を求めるの、それこそオトレーナーの宿命。エリートトレーナーのさやかさん、悪竜だ。敵として初めて。この弾、ドラゴンターン。ドラゴンにはフェアリーが効く。初代見た時ミニ竜が白竜になっても全然強くならなくてがっかりした覚えあるよ、ね、
パーターン。エスパーに聞くのは炎。エスパーじゃねえ、フェアリーな。フェアリーに聞くのは炎。ぽよーん、ぽいきゅで焼き尽くせるだろう。燃えるが余裕は耐えるね。キネシス持ってる。燃えろ。エビワラさん、エビワラさん、エビワラさん。そしていろんなパンチを持っているから、そういう意味で弱点のない EV は正解だ。ピーカブスだ。ヒラヒラしたスカートが気になる。ピーン。あ、耐えるね。固まっちゃう。あ、そうか。ドバドバ。やったぜ。強い。そう、私は強いんだ。厳しい戦いを続けて本当の強さが身につく。